ラジオを聞いているみんなこんにちはここからは第4回ファンクラブバトル優勝記念ベルゼブブのゆるゆる一人語りのお時間です進行は私ベルゼブブでお送りしますみんな今日はよろしくお願いねさてまずはじめにファンクラブバトルに参加してくれて みんな、ありがとうもう4回目なのよね前回からあっという間で驚いちゃうわ第4回もすっごく盛り上がったしみんなの笑顔も頑張っている顔もたくさん見れて嬉しかったわこの調子でじゃんじゃん盛り上げていきましょうディレクターさんどうかしたいつもより。 ッショいが高っ当たり前でしょだってやっと優勝できたのよ優勝本当にみんなありがとうね前回は惜しかったからすっごく悔しかったわ途中までトップに立てていたのよでも怒涛の勢いでサタンちゃんに追いつかれて そうしたら抜かされちゃったのよね今回はいけるかもって期待してたから結果が出た時はクーってなっちゃったわ <laughs> でも落ち込んだり悲しい一日じゃなかったのよだってサタンちゃんの優勝は あの子がたくさんの人に一番大好きだよって言ってもらえた証でしょ <laughs> サタンちゃんいたずらを反省したのはいいんだけど自分なんか好きになってもらえないって自信がなかなかつかなくて遠慮してばかりだったのだからファンクラブバトルで優勝したことが こんなにたくさんの人にサタンちゃんは愛されてるのよってあの子が自覚できるきっかけになったからすごく嬉しかったわねだから悔しかったけど本当に素敵な日だったのよそれから今回は私にたくさん。 一番大好きだよって伝えてくれてありがとう優勝できたことはもちろん嬉しいわイエーイって飛び跳ねちゃいたいくらいでもそれ以上に私のことが一番大好きって応援してくれたみんなに直接ありがとうってこの場で返すことができるから優勝できてよかった みんな、本当にありがとうね <laughs> まだまだ感謝の言葉は足りないから最後まで聞いていってちょうだい <laughs> さて次はファンクラブバトルの様子をお伝えするわディレクターさんからバトル中の様子をまとめた資料をもらってるのよこれで当時の状況を振り返っていくわね 第4回ファンクラブバトルはベルゼブブガーゴイルの一騎打ちの前評判であったがバトル期間開始後すぐにベルゼブブファンクラブのスタートダッシュにより初日は一時殿堂入りのベリアルをしのぐ得票数を記録したその後も勢いは衰えることなく1位の座を一度も明け渡すことなく ガーコイルから逃げ切り勝利第4回ファンクラブバトルの優勝者となったそそんなにすごい記録だったのみんな本当にありがとうね順位が決まるまでは緊張しちゃっていつものおやつが半分も食べられなかったのよね 一緒に準位争いをしてたガーゴイルちゃんとバフォメットちゃんに心配されちゃったわ <laughs> でも優勝って分かった瞬間に緊張が解けちゃってお腹が鳴っちゃったのよね <laughs> 今思い出しても恥ずかしいわ <laughs> さ次行くわよ今回 初のラッキーセブン賞受賞となるバロールは今回順位を上げてのラッキーセブン賞受賞となり今後の活躍にも期待だ <laughs> そうそうバロールちゃんは今回初めてラッキーセブン賞を取れたのよラッキーセブンって響きを気に入っちゃってねブリューナグに7を書き足そうとしてたのよね <laughs> さて次を読み上げていくわね また、ラッキーセブン賞創設以前の順位も含めて、ラッキーセブン賞3冠を達成しているアスタロトは、今回5位を記録し、次回以降の伏兵となる存在となっている。ポテンシャル賞では、最終日にガーゴイルが5位に飛び込むなど、次回のファンクラブバトルも楽しみとなる結末となった。<laughs> カスタロトも着々と順位を上げてるのねガーゴイルちゃんはいつも高い順位を保ってるし <laughs> これは次のファンクラブバトルの開催が楽しみになってきたわね優勝ししたときにどんなだったかそうね。 優勝したのが私って発表があった時思わず飛び跳ねちゃったかなあ待って待ってさっきお腹が鳴ったって言ったけどさすがに発表があってすぐにお腹を鳴らしたわけじゃないからねそそんなに腹ペぺこじゃなかったから嬉しくって飛び跳ねてはしゃいでたらついってことルシフェルちゃんとリアちゃんが抱きついてくれて 3人で一緒に飛び跳ねてたの <laughs> サタンちゃんが少し離れた場所で拍手してるから3人で一緒に引っ張り込んじゃったお酒を飲みながら観戦してたシスターちゃんやそのお釈をしてたジャンヌちゃんも舞台にあげてみんなで輪になってくるくる回ったの教会では優勝のお祝いって。 テーブルいっぱいに料理を用意してもらったのあの日はごちそうだったのハンバーグパスタピザもあったしあとはグラタンあ,あと唐揚げもあったそれからもちろんケーキもよケーキはすごかったわだって2段になってたの 岸くんとリアちゃんとサタンちゃんが頑張ってくれたみたいとにかくおいしいものをたくさん食べたわう <laughs> でもついつい食べすぎちゃって気がついたらお皿の上が空っぽだったのうわたしってこう、どうしてご飯のことになるとこうなっちゃうのかしら みんなの分までペロッと食べちゃってねほんと美味しすぎるのも問題よね <laughs> でもルシフェルちゃんが「今日はお祝いなんだからブブが満足するまで作ってあげる」なんて言ってくれたのそれからみんながキッチンにとって料理を作ってくれたのよいつもならルシフェルちゃんのプリンとか リアちゃんの山菜天ぷらが出るところなんだけどあの日は私がリクエストしたら何でも作ってくれたのふん <laughs> 思い出すだけでお腹が空いてきちゃいそう <laughs> 二人が作ってくれるものだって大好きだけど幸せな時間だったな <laughs> でも ずーっと食べてたらルシフベルちゃんにワンコそばじゃないのよって息切れしながらツッコミを入れられちゃった次の日も大変だったのよみんなずっと私のためにキッチンでフライパンを振ったり立ちっぱなしだったからヘロヘロで全身筋肉痛でみんな起きれなかったからあの日は私がみんなのお世話をしたの。 食べ物のことになるとどうしても理性が薄れちゃうのよね <laughs> ごめんねみんなご飯はとっても美味しかったわあらディレクターさんがおはがきが来てるって言ってるわ何何 食べて感動したものは何かそうね地上に来てから食べて感動したものうーん、ま、地上の料理はなんでも美味しいし堕天してから初めて食べたものはなんでもびっくりしたし発見ばっかりだったけど一番感動したのは。 卵ゆかな <laughs> びっくりしたそうなの凝った料理じゃなくておかゆなのよ作ってくれた人が特別だったからかなそのおかゆはね二日酔いのシスターちゃんのために岸くんがささっと作ってくれたものなの耳優しくて 消化にもいいでしょシンプルな味付けだったけど相手を思いやる心がたっぷり詰まってたのあの時の岸感は行き場もなくて困ってたはずなのにシスターちゃんのためにって手料理を振る舞ってくれたのよ <laughs> やっぱり作り手の優しさって 料理に出るのよねすごく美味しくて印象に残ってるわ <laughs> なんだか食べ物の話ばっかりになっちゃったわねでも本当に地上に来てから食べ物もそうだけど感動したり驚いたりすることでいっぱいの毎日なの。 地上は毎日が目まぐるしくてこれが充実してるっていうことなのね料理だけじゃなくてお掃除にお洗濯とかあとはギルドで働いたり。<laughs> 季節ごとにイベントもあって大忙しだわ季節のイベントといえばハロウィンのミスコンは美味しかったわねだって 大きなパンプキンパイを食べれたから楽しかったのは楽しかったわよでも美味しかったってイメージが強くてパイモンちゃんとバフォメットちゃんと分けっこしたのもいい思い出ねそういい思い出なのよヌルヌルさえなければ どうしてあんなに楽しい大会でぬるぬるしたものがあるのしかもイベントの出し物にしないでよもうぬるぬるはごめんよあらもう最後のコーナーなのに、ね、寂しいけど。 お便り読み上げタイムを始めていくわハンドルネームペロティさん1位おめでとうなかなか1位取れずに悔しい思いばっかりだったけどようやく1位取れて本当に良かったね <laughs> ペロティさんありがとうそうなのようやく優勝よ前回は私もペロティさんも悔しい思いをしたかもしれないけど その悔しさをバネに今回はさらに頑張れたと思うのあそうだペロティさんからはもう一つコメントをもらっているわそれも読み上げちゃうわね優勝祝いのごちそういっぱい食べてねベルゼブブちゃんニューエデン一可かわいいよ <laughs> ごちそうはもうたくさん食べたけど ニューエデンイチかわいいなんて褒められたらまた食べたくなってきちゃったわ本当にありがとうねハンドルネームあいつさん1位おめでとうみんな頑張ったからブブ様がよしよししてくれるはず <laughs> もちろんよあいつさんもファンクラブバトルに参加したみんなも よしよししたいわよかったら私がたまに立たせてもらってるスナックに来てちょうだい目いっぱい撫でてあげるハンドルネームとうかさん1位おめでとうございます今日はつまみ食いもおかわりもし放題だありがとう結果発表の日とうかさんはおつまみじゃんじゃんおかわりできたかしら その場にいたら私もお釈をしたんだけどお祝いをしてくれてありがとうねハンドルネームヤサル正義さんやっと殿堂入りましたベルゼブブーおめでとうございますヤサル正義さんありがとうそうねやっと殿堂入りね応援してくれて本当にありがとう ハンドルネームパラガストシグマ隊長さん1位おめでとうこれからもベルゼブブをしていくぜ <laughs> パラガストシグマ隊長さんずっと私を推しにしてくれてありがとうねこれからも頑張っていくから応援よろしくお願いしますその他にもお祝いのコメントをたくさんもらったわ ゲンンさんマルクさんエントさんカノンさんカプリダーさんウエストン木村さん佐野さんゆずさん月の純人さんケムクジャラさんツーさん優勝おめでとうコメントをありがとう次のファンクラブバトルも絶対に素敵なイベントにしてみせるわね 別れの時間ね。楽しい時間はあっという間で寂しいわ <laughs> まだまだ話し足りないけど今日はここまでにしないとねラジオを聴いているみんな改めて第4回ファンクラブバトルに参加してくれてありがとうこれからも私たちのことを応援してくれると嬉しいわ そして応援してくれるみんなのことは私もずっと見守って手助けしたいのだから何か大変なことやつらいことがあったとしても私はずっとそばにいるってことは忘れないでいてほしいわみんな本当にありがとうお疲れ様。 応援してくれたみんなが豊かな毎日を送れますように <laughs> それでは本日の第4回ファンクラブバトル優勝記念ベルゼブブのゆるゆる一人語りは私ベルゼブブでお送りしましたみんなこれからも頑張りすぎないように頑張って 楽しくゆっくり過ごしていきましょうね。それじゃあまた。